どうも皆さん、こんにちは、ゲンでございます。本日はユニクロでめちゃくちゃいい、夏に絶対に着たくなる、超安くておしゃれな方々が絶対に買いたくなる魔法のような新作があったんで、それを皆さんにご紹介したいと思います。よろしくお願いします。いや、久しぶりにこれはみんなにねこう紹介したくなってうずうずしていたアイテムが今回ありました。夏のスタイリングを簡単にまるっとまとめたい方、今回の動画必見でございます。そしてこの動画で初めてゲンジって男知ったなという方にして簡単に自己紹介させていただくと、普段の夏のコーディネートで言うとこんな感じ、そしてこんな感じ。そうですね、フォーブスアンダーサーティーにも選ばれて毎日メンズファッションを発信し続けているものでございます。プロの目線だからこそ分かるユニクロ GU の新作情報をたまにですねこのチャンネルでお届けしてますので、チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録本当よろしくお願いいたします。では早速いってみよう。サバタイム、はい、ということですね、今回ご紹介するアイテムがですねこちら、エアリズムポロシャツかっこ半袖スキッパーでございます。よろしくお願いします。これめちゃくちゃいい。というのもですね、皆さんこう夏を思い描いていただきたいんですが、めちゃくちゃ暑いじゃないですか。暑い中にも少しでもおしゃれを楽しみたいとか、コーディネート差別化を図りたいっていう意味から、 T シャツの上から半袖のシャツを着たりする時あると思うんだよね。なんだけど半袖シャツを着るのもなんかすごく暑いし、なんか億劫になっちゃうなって日ももちろんあると思うの。からこそ僕らは程よくねオーバーサイズの T シャツを着て、ジャストサイズの T シャツにはない雰囲気をコーディネートで演出していたと思うんでね、時にはタックインとかして。なんだけども先日に夏に買うべき初級編の動画でも言いましたように、程よくオーバーサイズの T シャツは半袖の下にも着れるし、シャツの下からね出ることもないから、もうどの時代においても絶対にマストだよというご紹介させていただきました。でそんな程よくオーバーサイズの T シャツと差別化を図るように、よりもっと大きい T シャツ、よりオーバーサイズの T シャツがここ 2,3 年はですね非常に人気だったんですね。なぜかというと半袖シャツの下には着れないけれども、1枚で着たらしっかりと存在感があり、体型カバーもできて、なんとなく雰囲気が出来上がるからかっこいいよねっていうような価値観がね広まっていって、結構ね若者を中心によりオーバーサイズの T シャツを着るのが 4,5 年前ぐらいからねどんどん増えてきたものの、 2,3 年前というか去年というかもうものすごく増えたわけですよ。すっごい大きな T シャツを着るっていう文化が。で同時にあったのがポロシャツですね。ポロシャツも例えばゆるっとしたシルエットでオーバーサイズの中でこうポロシャツを選ぶとかもね人気で、ボタンをあえて開けたり閉めたりしたスタイリングとかもねすごく人気だったんですが、やはりその先ほど言ったオーバーサイズに拍車をかけたよりオーバーサイズの T シャツっていうのが決してダメかというとそうじゃないんですけども、超オーバーサイズの T シャツを着ればはいコーディネートが完成するよねとか、まとまるよねとか、差別化するのがやや難しくなってきたのがここ最近の流れなんです。ここまでねやはり継続的にねオーバーサイズのトレンドが夏にですね何度も何度も流行り始めたら、大体そんなことが皆さんの方でもご理解いただけるかと思います。でそうした中で今ものすごくじわじわと人気になり始めているのが、そうスキッパーなんですよ。スキッパーって何って思った方もいらっしゃると思うんですが、すっごくわかりやすく言うと襟があってボタンレスの少し胸元が開いたトップス、それをですね大まかにはもうスキッパーと表現します。で逆にボタンがついてるやつだとポロシャツとかポロというふうに表現されるんですが、ボタンがないタイプをスキッパーと言いますね。なので例えばこういったネックレスを後ろの方に持っていってね、この首に沿う感じでやるとポロシャツとかにはないT シャツとかにはない多少のセクシーさがあるような、そんなトップスなんです。事細かな、ね、歴史とかを振り返っていくと、フランス海軍のね制服にもなっていたマリニエールっていうのがあるんですけども、それがですね遭難した時でも見つけられやすいように柄が反映されてあって、そこからですね発展していって、ここシャネルとかがデザインを起こして、そこから有名な俳優とか有名な女優さんがいろいろ着ていった中で、どん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 さまざまいろんなデザイナーが着目していって、いろんなブランドで転換していって、今でもずっとね愛され続けているトップスがスキッパーシャツなんですけども、そんなスキッパーも多少ここ最近まではマス層まではあまり広がってなく、
るちょっと感度の高いデザイナーズブランドが夏服にリリースする襟元として結構ねリリースしていたんですが、去年ぐらいから徐々にこのスキッパータイプだったりとか、あとまあハーフジップトレンドもありますけども、ちょっとここら辺で遊んだスタイリングだったりとかトップスがめちゃくちゃに人気になってきたんですよ。でそこで話は戻りましてですね、さっき言った程よくオーバーサイズの T シャツは永久不滅の良さがあって、上に半袖シャツを着てもいいし1枚で着てもかっこいい、そんな T シャツなんですけども、よりオーバーサイズの T シャツは確かに暑いけど、とはいえ程よくオーバーサイズの T シャツよりかは存在感があっていいよね。けどそれもそれで周りもみんな着始めたから、それさえも普通になり始めてきたよね。でもう一個の新たな人気のポジションとして1枚で着て簡単に購入とか様になる、そんなトップスって何で言った時に、そうスキッパーシャツがドガーンとね今年着そうな雰囲気がじわじわとしてきているのが2023年夏なんですね。シャツはポロの種類のものとかリップタイプでそれをね演出するものとかがじわじわと人気になってきて、おしゃれな方とかねファッション感度が高い方々はどうせ上に何も着れないのであれば極端にオーバーサイズの T シャツではなくて、それはもう去年も買ったし今年は襟がついてるものを購入しようかなっていう風なテンション感になり始めてるのがここ最近なんですよ。でそうした中でようやくお待たせしました。なんとですねユニクロ U とかユニクロの JW アンダーソンじゃないですよ、ユニクロのインラインからこちらのですねエアリズム素材で非常に涼しく着れる素材感なのにもかかわらず値段は抑えながら襟元がスキッパータイプのものが出たんで、これはめちゃくちゃいいじゃんというふうに思いまして、この度2990円で先ほど買ってきました。正直まあここがこうだったらなっていうところはちょっとだけありますね。今 XL で選んでるんですけども、もう少し肘の長さが長かったらいいなとか思ったりとか、あとは多少だよ気持ちいい、ちょっとね開いてくれているんですけど、ここね重なるような演出でいいので、もう少し深くても僕はいいかなとは思いつつ、とはいえユニクロだしそんなね V のゾーンがより深いとさすがにね買う方も少なくなっちゃうし、やらないのは重々わかるんですけども、もう少し深ければよかったなとかいうのは多少思いますね。とはいえ今 XL で繰り返しになるんですが選んでるんですけども、下着のね長さもですねお尻の8割9割ぐらいが隠れるようなサイズ感で、かつ身幅もねたっぷりと広くてですね、肩も若干落ちているサイズ感で、これはねたまらないですね、めちゃくちゃおしゃれで。店頭で並んであるのが3色展開だったんですけども、僕が今回購入したのはブラックとこちらのグレーの色味、この2つのカラーを購入しました。白のやつは XL で袖のね短さとかも多少感じたので、白だとちょっとお行儀が良すぎる感じ、遊び心がねあんまりなかったので、僕はブラックのちょっとセクシーな感じと、プラス10の時からこのカラーずーっとやってる感じがあるんですけども、ブルー寄りのグレー、このね色味がザ・グレーでもなくでもブルーでもなくで深くもなく明るすぎることもなく絶妙な色味なんですよね。多分ねプラス10の時にかなり売れたカラーだったので、今年もねリリースしたんじゃないかなというふうに思います。この2つがめちゃくちゃ良かったんですよ。でしかもねもちろんさ真夏めちゃくちゃ暑いじゃん、その時にここからね風が跳ねた時に涼しく過ごすこともできるし、非常に1枚で着てシンプルになりすぎない、そんなね軽い素材感のシャツがなんと2990円で買えるので、確かにね1500円ぐらいで売られている T シャツだったりとかね、なんなら GU とかだったら990円で売られているので、それと比べたら3倍ぐらい値段するじゃん、おいおいおいと思う方もいらっしゃると思うんですが、とはいえね完全の値段出してでも非常に1枚買う価値があるんじゃないかなというふうに思うような、そんなアイテムでございました。ぜひこちらはですね下の概要欄にリンク貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。ということでここからですねこの2つの T シャツを使ったルックブックご覧いただきたいと思います。で VIM の新作のボトムなどと合わせていきながら、いろんなねパンツとも組み合わせながらルックブックご覧いただきたいと思います。ではご覧ください、どうぞ。
い、ということで本日は2990円で買えるユニクロのスキッパータイプのエアリズムの涼しく着れる神コスパトップスを皆さんにご紹介させていただきました。このスキッパータイプね、今後多分ユニクロ以外からも様々なブランドからもリリースされると思うし、なんならウィムからもですね6月発売でスキッパーシャツリリースするので、ぜひそちら楽しみに待っていただきたいんですが、それは一旦置いといて、1枚でかっこいいアイテムは何もオーバーサイズすぎる T シャツだけじゃないんだよってところをして皆さんにご紹介させていただきました。今回の動画が少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。